キンメリア人、キンメリア人、キンメリア人は、紀元前9世紀頃に、南ウクライナで勢力を振るった、遊牧騎馬民族。ギリシア語では、キンメリオイと呼ばれる。そのため、彼らの住む地域、南ウクライナは、キンメリアと呼ばれた。キンメリア人の住地すなわち、キンメリアは、現在の南ウクライナにあたる。それを思わせる記述が、ヘロドトスの歴史。 ストラボンのに記されている。ストラボンの時代、現在のケルチ海峡は、キンメリオスボスポロス海峡と呼ばれていた。その様子と名の由来をヘロドトスとストラボンは、以下のように記している。スキタイは初めアジアの遊牧民であったが、マッサゲ隊、一説では、イッセドネス人に攻められた結果、アラクセス、ボルガが川を渡って、キンメリア地方、国海北岸に移り、 そこにいたキンメリア人を追い払って代わりに住み着いた。この時、キンメリア人は、スキタイ襲来に先立ち、王族側の徹底抗戦派と民衆側の闘争派に分かれていたが、王族側が国土を捨てて闘争するより祖国で死んだ方がいいということで、全員殺し合って死亡した。残った民衆側は王族たちの遺骸を埋葬すると、海岸沿いに逃げてアジアに入り、 シノプのある半島に落ち着いた。スキタイは、キンメリア人を追って、カフカス山脈を右手にしつつ南下したが、道を誤って、メディアの地に侵入した。ストラボンのこの記述によれば、キンメリア人は、紀元前695年に、アナトリア中西部のフルュギア王国のミダス王を自殺に追い込み、紀元前670年、紀元前660年代初めには、 アナトリア西部のリュデア王国のトサルディスを一時占拠した。全8世紀末から全7世紀のものとされる、新アッシリア時代の設計文字碑文及び年度版に、ギミラーヤ、もしくは、ガメラーヤと呼ばれる集団が記されている。音声上の類似からこれを、キンメリア人に否定されている。紀元前714年頃、ギミラーヤが、ウラルクの王を破ったという情報がアッシリアに、 もたらされた。これによりアッシリアのサルゴン二世はウラルトに遠征し、勝利を収めるが、征服には至らなかった。紀元前705年、ギミラーヤがアナトリアに侵入したため、サルゴン二世は再び遠征を行ったが、その途中で沈没してしまう。紀元前679年、紀元前676年頃、サルゴン二世の孫にあたるエサルハドンはキリキア地方で、ギミラーヤの主張。 テウシュパとその軍勢を打ち破り、祖父の仇を打った。紀元前650年、紀元前645年頃、リュデアの王ググ、ヘロドトスの言う、ギュゲスがギミラーヤに攻められ、アッシリアに援軍を求めたが、間もなく殺され、その墓も略奪された。この頃のギミラーヤの王は、アッシリア史料でドゥグナムメと記されているが、 これはストラボンが上記で記す、リュグダミスのことと考えられている。この後ドゥグダメが、アッシリアのアッシュールバニッパル、在位、紀元前668年、紀元前627年頃、と同盟を結んだ可能性もあるが、紀元前640年頃に、キンメリア軍は、アッシリア軍に敗れ、ドゥグダメもキリキア地方で死んだとストラボンは記す、上記。紀元前7世紀の終わり頃、 金メディア軍は、ルデアの王、アリュアテス、在位、全610年頃引く全560年頃に、破れ、その姿をほぼ消した。スキタイ時代が始まる前、南ロシア草原には、地下横穴場か、カタコンブナヤ文化と、木角ボ、スルブナヤ文化という二つの大きな文化の流れがあった。両文化の年代について諸説あるが、AM、デスコフの説によると、地下、 横穴墓文化は、全2000年頃に、国会北岸で成立し、全1500年頃になってボルガ川流域で、発生した、木格棒文化にとって変わったいう。ある研究者は地下、横穴墓文化を、金メリア人、木格棒文化を、スキタイの文化とみなすが、地下、横穴墓文化が木格棒文化に変わる前1500年と、金メリア人が、コアジア、 アナトリアに現れる8世紀とでは、年代の開きがあるため確実とは言えなかった。そんな中、木格母文化とスキタイ文化の間に期間が短いものの、木格母文化より、騎馬民族的な先、スキタイ時代と呼ばれる文化が発見され、この先、スキタイ時代は、年代が諸説あるものの、チェルノゴロフカき全8世紀中頃から全7世紀始め、 前900年、七750年と、ノボチェルカス・スクキ、前8世紀末から前7世紀末、七750年から650年の二つに、細分される。ある研究者は先、スキタイ時代を、キンメリア人とスキタイのものであるとし、両民族は、名前が違うが、同じ民族であるとした。A.M. レスコフは、チェルノゴロフカキを、キンメリア人、ノボチェルカス・スクキを、 スキタ体の文化とした。AI テレノシキンは、チェルノゴロフカキ、ノボチェルカスクキとも、キンメリア人の文であるとし、先、スキタイ時代を、キンメリア時代と呼んだ。AI テレノシキンはここで、先、スキタイ時代と、スキタイ時代には埋めがたい溝があり、両民族は、全くの別民族であると主張した。実際、北、カフカスや国会北岸で出土した先、 スキタイ時代の武器やバグとそっくりなものがアナトリア中部と東部の遺跡で発見されており、中でもイミルレル遺跡はキンメリア人が移住したとされ、シノプから南へわずか120キロほどの距離にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。